どうもこんばんは、タグアンボイです。昨日の出札の試合はいかがだったでしょうか。どの選手も素晴らしいプレイを見せていただきましたね。優勝しました山下選手、おめでとうございます。そして銀メダルいただいた、東野選手、そして銅メダルだった山田選手、非常に素晴らしいプレーでしたね。おめでとうございます。と変わって本日はですね、種目ホーム監視でございますね。今回はですね、実況は、元駅員やっておりましたタクワンボーイ、そして解説に柳田さん、昨日と同じく来ていただいております。お願いいたします。はい、どうも。本日は昨日と変わって非常に少人数での戦いになっておりますが、どんなプレーを見せていただけるのでしょうか。楽しみにしておいてください。それでは一緒に見ていただきましょう。どうぞ。どうしまーす、ご注意ください。はい、林田選手ですね。十字五条金のお客様、無難で下がってください。お下がりください。十字五条金のお客様、下がってください。注意喚起行ってますね。十字五条金、金髪ショートカットの女性のお客様、下がってください。十字五条金、金髪ショートカット、レザージャケットを着た女性のお客様、下がってください。十字五条金、金髪ショートカット、レザージャケットを着た少し気の強そうな女性。これはもう偏見なんではないでしょうか。素晴らしいですね。具体的すぎるアナウンスでした。続きまして土村選手ですね。非常に気の抜けた、はい、大変長らくお待たせいたしました。皆様、光が到着でございます。のぞみと打って変わって光のアナウンスは非常に元気がいいですね。光号が、いや、この駅では光が大事なんですよ。なるほど。47分となっております。お乗り遅れの内容ご注意ください。まもなく光号が到着でございます。気持ちがすごい入っていますね。あら、列車を教えてします。最終列車は間もなく。続きまして服部選手ですね。ご注意ください。よろしいでしょうか。間もなく列車、最終列車の発車合図ですね。はい、間もなく、どんな映像を見せてくれるんでしょうか。往来、安全西ドアホーム往来。おっと、ラインスタンプ、ラインスタンプのような合図を見せてくれました。おっと、これは、ああ、僕の後輩ですね。写真を撮ってる鉄オタを見つけましたね。あと一枚だけな。優しい一言。いや、非常に素晴らしいプレーを見せていただきましたね。種目ホーム監視ということでね、また昨日とは違って、電車が通るというところもありましてね、危険と隣り合わせのね中でお仕事をされている方々でしたね。そして金メダルがですね、今回が、岡田選手になっております。最後にね、結構こわもてな顔してるんですけども、最後に優しい一言、鉄道オタクの方にもやっぱ一言ね、優しい言葉を添えられる、その気遣いが素晴らしかったんでしょうかね。はい。そして銀メダルが、服部選手ですね。はい。発車合図の部分なんですけども、最後ね、まるでラインスタンプのように、ユーモアある、最後のね合図でしたね。素晴らしいですね。そして銅メダルが今回ですね、土村選手になっておりますね。土村選手、非常にね、初め気の抜けた、アナウンスだなと思ってたんですけども、まあ、光になった瞬間にね、やっぱりしっかりとねアナウンスされてまして、光号へ対する愛を感じましたね。はい、銅メダルということでおめでとうございます。本日も柳田さんね、来ていただきましてありがとうございました。それでは明日ですね、最終日なんですけども、最後種目改札となっておりますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。